どうも、ともハッピーです。皆さんこんにちは、ともにゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日やってきますのはフレッシュ&ブラッド武者修行ということで、ともにゃん先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。永遠の FAB 初心者こと僕、ともハッピーがね、大会で準優勝するほどの実力のともにゃん先生に今日は、デッキをね、2つ用意してもらって、ガチデッキでちょっと体験させてもらいつつ稽古してもらおうっていう回でございます。 FAB はちなみにいつからやってる？今年入ってから結構やっているかなと思うので、2月ぐらいかな。おお、はい、やっております。初めてやったのは多分ヤソ、はい、と対戦動画撮って、こう初心者向けにルールなんかも説明しながらやったのがあるんで、それもねぜひ皆さん見てほしいんですが、ということで今日はデッキ用意してくれて場所もお借りしてありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ちなみに今日ともにゃんの、今年開いたお店、はい、キャントリップさん八王子のね東京の八王子のお店にお邪魔して撮影してます。じゃあ早速用意してくれたデッキの方を紹介お願いしていいですか？はい、大丈夫です。じゃあまず私が使うデッキから紹介していきます。はい、じゃあ私が使うのは大好きなドロマイというリーダーを使ったデッキです。おー、強そう。そうなんですよ、ドラゴンがたくさん出るので面白い戦い方ができるデッキです。ドラゴンがたくさん出ます。召喚獣的な。あ、そうですね、まあ、トークンみたいな形で盤面にこう並べて、うん、はい、取っていくようなデッキになっています。ドラゴンを主軸に戦うと。わかりました、はい、強そう、楽しみ。トモハッピーさんが今日使うのはこちらです。はいこれはあの初心者入門体験会とかでもないだったよね。いや、知ってらっしゃいました？スタンダード対ヴィンテージやん、これマジックで言うとブリッツでアイラは実はすごく強いリーダーの一人で、こんなタダでもらえちゃうやつが強い、はい、そうですね、これはあのもちろん初心者講習で使うのデッキなんですが、体験デッキなんですけど、うん、これを強化したものを今日持ってきてるので、おお、使っていただこうかなと思っております。よかった。ちなみに皆さん、ブリッツっていうのは、キャラによって違う場合もあると思うんだけど、ライフ20点対20点ぐらいで戦う初心者も楽しみやすいフォーマット。その他にクラシックコンストラクテッド CC っていうのがあるんだけど、これは競技の大会では、そっちの方が採用されることが多い、重くて深いそうですね、フォーマットですね。はい、はい、で今日はまだ馴染みやすいブリッツということで、そのガチデッキ用意してもらいました。じゃあこっちはどんなデッキなんでしょう？連撃をするようなデッキで、はい、こう両手に武器がついてるんですけど、それでこう1回目、2回目、3回目ってこう連続でどんどん攻撃をしていくことで、はい、まあ、3回ヒットしたらドローが入ったりとか、まあ、うん、のライフを思い切り詰めに行ったりとかっていうような連続攻撃ができる忍者デッキです。なるほど、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。ということで、じゃあ早速一応2戦やって1勝できることを目標に頑張ります。ということでお願いします。お願いします。はい、俺忍者好きだからめっちゃ嬉しいわ。マジックで一番好きな種族忍者。あ、そうなんですね。そう、このゲームは先手後手は何で決めるんでしたっけ？サイコロで決めることが多いです。じゃあお願いします。はい、大きい方。はい、8。まあまあ。はい、5。お、じゃあ先行が有利ですよね。比較的後攻か。後攻が有利なのこのゲーム。そうなんです。じゃあ後攻、ちょっと稽古ということでお言葉に甘えて後攻いきます。はい、高校選びがちな。じゃあ初手4枚と、このヒーローによってね、初手が4枚って指定されてます、うん、お願いします。あんまり手札良くないな。じゃあ私はまず手を壊します。1コスト払います。え、手を壊す？いきなり装備品壊してたの？アッシュトークンを生みたいんですよね。これってコストになるんだ。はい、1ピッチしながら壊すことでオプト1、戦術できます。本当は一点経験があるので相手ターンに使いたいんですけど、うん、ちょっと戦術します。はい、あ、上で、はい、1ピッチ。うわ、ピッチすることでアッシュトークンが1個出ます。はい、でここのやつを1個使ってカイロリア。アッシュトークンって何の？アッシュトークンっていうのは赤、ここのピッチゾーンに赤いカードをピッチすることで、はい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 、リーダー能力でアッシュトークンを1つ生むことができるんですよ。はいはいはい、でこのアッシュトークンを使わないとこのドラゴンたちが出せないので、ほう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 、今2になったところ、今2個、2回ピッチしてるので本当は2個あるんですが、 1個分のアッシュを使ってカイロリアってドラゴンを出したいです。なるほど、これ1コストだもんね。そうなんですよ。分かった、これじゃあそのピッチの使い先なんだ。そうなんです。で何も分かったらコスト出さないと、はい、そう、ドラゴン出せないんで無理やり頑張って1個目の足を作った感じです。理解しました。はい、
ただ殴らないかな。殴らずにこのまま終わります。どうぞ。殴らない。こいつは、はい、え、殴ると死んじゃうの？もしかして。いや、死なないです。ずっと残ってるんですけど。4点殴れるよ。ただ、タフネスが2あるので、はい、2点の攻撃でここに攻撃することで死にます。え、じゃあ殴んないと死んじゃうんじゃない？そうですね。だからあの自分のライフを守って2点分この子が死んでくれたらいいなという感じで。まあ結局オプションで出たやつだし、手札補充できるしみたいな。そうですね。1枚伏せて4枚引いて終わります。はい。これターンの開始に貯めれて3個貯まるとリソース出せるんだよね。そうです。好きなタイミングで1ピッチ分の。強いよねこれ。サイコロ赤が好き。ドロードロー最初しないんだ。このカードゲームしないんだ。ドロー。質問です。これってアタックするときに切らないとダメ。まあ、例えば 3のやつ出して 2になるじゃん。これ使ったら、はい、2はターン終了時まで使える。使います。あ、そうなんだ、はい、じゃあこれ3のやつ切ったら両方いける。はい。じゃあこれピッチで切ります。ピッチで切ります。3。これでアタック、アタックをドラゴンにするか私にするか選べます。プレイヤーに。プレイヤーに1点、はい、1点もらいます。はい、1点くらうね。で、もう1個使ってドラゴン。じゃあ2で落ちます。落ちちゃったよ。はい。これまたゴーアンゲインついてるんで、はい、ダブルストライク。で、1点与えながら追放してもう1回っていうのいきたいと。そうですね。で、3回目の攻撃になっちゃうんで、はい、私は防ぎたいです。3回目の攻撃通るとこれによってカードボーナス引けるのもね。そうですね。クラウンをプロビデンスを差し出します。で、ブロック指定までいきました、はい、で、能力を起動したいです。手札を1枚入れ替えます。はい。1枚下に送って1枚入れ替えました。はい、はい、これが追放されてゴアゲインでもう1回。はい。で、これで2回目のアクションによって与えるダメージが1増えてると、はい、17まで減る。はい、減ります。はい。3回目以降ダメージ与えたからワンドローできる？できないです。できない。できないです。それは3連撃じゃないとダメなんで。3度目だけ。1回目も通る、2回目も通る、3回目通った時にドローが入ります。あ、じゃあそもそもドラゴンに与えてるからダメ。あ、ドラゴンに与えてるのは OK です。通ってることになる。通ってることになる。でもブロックされた場合はその何かで追加調査になるから。そうです。連撃を止めちゃってるのでダメです。じゃあ、まあ、ゴーアゲインはついてます。はい、ついてますと。で、次スナッチ、はい、4点とこれ通ったらワンドローできると。ワンドロー4点もらいます。1、2、3、4点。ドローどうぞ。よし。攻撃自体はまあこれで止まってるか。じゃあその後このターン攻撃終わりで手札アーセナルゾーンに伏せて4枚になるまで補充して終了します。はい、はい、でこれがバニッシュドに行って、デッキの位置が違って、デッキが真ん中で、はい、ここが墓地になります。墓地、はい。ピッチ、ピッチで使ってました。した。どんどん殴るカード薄くなっちゃうんだ、これ。そうなんですよ。はい、じゃあターンもらいます。どうぞ。私、今ライフが負けてるので、4点ゴーアゲインです。回復？いや、ライフが負けてる時だけゴーアゲインがつくカードです。4点の攻撃プラスゴーアゲイン。はい。ライフ負けてると強いんだ。そうなんです。だから、ちょっと、だから5点とか取るかなとメリットがあるんだ。じゃあフリックフラッグで2点ディフェンスします。はい。で2点通ります。はい。これはグルグル。まだ多分ここに置いといた方が分かりやすいかなと思います。はい、じゃあまだライフ負けてるので4点5アディ。これ使った後にコンボって書いてあるディフェンスのカード使うとプラス2ガード上がるんで、パウンディングゲールで守りたいです。はい、オッケーです。5点のディフェンス。はい。じゃあまだ5アディ続いてるので、はい、レッキトップを公開して赤い線だったので1点下がりますが4点5アディンです。4点、はい、通します。でかいな。14。ただ手札ちょっと使い切れなかったんでこのまま閉じます。あのアーセナルは温存したまま。温存ですね。ちょっともったいないけど、3枚引きます。はい、どうぞ。じゃ あこれまずチュニック貯めて、これピッチで、はい、3コスト出して、はい、ダガー1点もらいます。1点、はい、でダガー2点2コスト減った。2点はちょっとやだな。3点で止めます。はい、止まりました。でダガーゴーアゲインがついてるんでこれ4点。4点ヒットするとゴーアゲインがつくのとワンドローできる。あ、でもこれ止まってるから別に今はどれかブロックされれば関係ないんだ。そうですね。2個目とか3個目を止められちゃうとちょっとあんまり続かなかった。常に相手に毎ターン1回以上のディフェンスを強制するような感じだ。で4点。4点。4点。ゴーアゲイン。でかい。
たいんだけど、まあ1回ブロックするのかな。じゃあ、2点だけブロックします。はい、はい、で2点抜けで、でゴーアゲインでスタブワウンド、はい、もしこれがヒットした場合はダガーでヒットした回数分追加すると。でこれ1回しか今ヒットしてないから1だけ追加になる、はい、2点プラス1点を通すかどうか。3点ってことですよね。じゃあ、このまま私ライフで受けます。1、はい、2点と、ダガーの分の1点、7ターン終了でピッチのカード戻して4枚いきます、はい、じゃあターンもらいます、はい、でこの装備品、ファーナスの効果は1回ブロックしたのでマイナス1カウンターが置かれて今タフネスが1ある状態でもう1回使えます。へぇ、はい、じゃあターンもらいます、はい、1ピッチ3.5 アゲインです。で1ピッチしてるのでアッシュが1個出るんですが、その子が攻撃した時に1個アッシュトークンをアッシュウィングっていうドラゴンに変身させます。はい、3点 OK。 じゃあ、一旦コンバットチェーンを閉じて、はい、ファンゼモールを置きます。強そう。この子はドラゴンが攻撃した時にアーケンダメージっていう魔法ダメージを1点プレイヤーに飛ばすことができる、置物です。置物、オーラカードっていう。オーラカード盤面に貼る、はい、で、先頭に貼ります、はい、ドラゴンで攻撃、その時にこのファンゼモールの効果でまずプレイヤーに1点飛ばします。でこっちはブロックできます。1点そうします。で私は1枚伏せて、はい、おしまいです。この4枚がディフェンス力低かったら勝てそう。で、エンド処理でこのカードは1枚墓地から追放領域にバニッシュゾーンにカード1枚送りました。どうぞ。じゃあチュニック3にしてこれピッチで1コスト出して、はい、ダガーでドラゴンに殴ります。 OK です。これはブロックできないので絶対通ります、はい。でチュニックで出してダガーで殴ります。2点。はい、2点か。ここ止めないときついのかな。絶対この2発プラス次も使えるって強いな。これ手札が3。はい、ブロック3点。じゃあこれで4点プラス5アゲイン狙いたい。もらいます。もらった。はい、これまだ俺ディフェンスで使えるんだよな、この辺で使います。壊したら2点。そうですね、全部ありますね。ダガーで、ダガーじゃない、ソウルベルトストライクで2点さらに与えた。はい、3点でブロック。はい、じゃあ戦闘終了でアーセナルに1枚伏せて、はい、これで、はい、もらいます。ポストでピッチします。1でもう1回カイロニア、はい、で、戦闘入ります。はい、アタック4点で、ドラゴンの攻撃時にアーケンダメージが1点プレイヤーに飛びます。これはもう防げないと。多分装備にそうですねついてないんで1点は多分通るかなと。赤いカードをピッチしたりすると、うん、ピッチで唱えるとみんなドラゴンたちにゴアゲインがつく。赤のカードを唱えるんです。あ、そうか、赤のカードを唱えると、うん、このターン全員ドラゴンたちはゴアゲインを得るっていう。1回だけ。そうですね、みんなゴアゲインを持ってます。ブロックするしかないの。じゃあまず1点食らった上でやばいから4点。はい、リアクションタイミングで4点軽減、はい、でこれ、能力で手札入れ替えることもできるんですけど大丈夫ですか。いらないカード1枚入れ替えができます。まあいいかな。いい、はい、いいのかな。いや、大丈夫ですね、このまま。はい、はい、じゃあこのままコンバットチェーンを閉じます。はい、エンド処理で2枚追放して私が4枚引き直して、じゃあチュニック貯めて、これピッチで3コストで、ダガー本体プレイヤー、はい、もう使う、一回も使えなかった、はい、ダガー本体2点はもらうしかないかな。とりあえず初心者でも上級者に何発か殴りかかれるから楽しいね。2はもらっちゃダメか。はい、見てアーセナルにあるエンライテンドストライクをこれ山札に戻しながら使って、はい、ゴーアゲイン付きで打ちます。3個選択できるうちのゴーアゲイン付きで打って、うん、5点プラスゴーアゲイン。じゃあリアクションまでいきたいです。はい、はい、じゃあリアクションで4点軽減で効果で手札入れ替えます。じゃあ1点、1点抜けます。はい、めちゃ間違えましたね。戦闘終了。あれ、ゴーアゲインついたけど、はい、ついたけどなかった。ゴーアゲイン関係ない、これ7点で打たなきゃならなかった。7点かドローか選べますね。間違えました。これアーセナルに伏せて4枚引いて終わりです、まあ、この初心者の爪の甘さが結構ゲームの勝敗を分けることが多そう。
もう私ライフが2しかないんで、手札の今捨てたカード使えると思ってたら使えなかったっていう情報まで与えてしまった。だからゼロコスでアッシュトークンを、はい、やばいやばいやばい、これはアズボライトやドラゴンに、はい、で戦闘入ります。はい、力でいいかな、アタックします。この子は攻撃時に自身もアーケンダメージを1点飛ばすことができるので、そのファンデムオールと合わせて2点プレイヤーに飛ばします。ガチャにこれでガードできる？できないです。これ魔法攻撃的な意味なので、アーケンダメージ、はい、ルーズ、はい、で自身は2点です。いらないの割ろう、これがいらない、割ります。ディフェンス2点、 OK です。じゃあアタック4点あです。で 4点、ただの4点、じゃあこれで防ぎます。はい、4点防がれて何もできない、神じゃない、終わります。手札1抱えた状態でエンド処理3枚で3枚引きます。チュニック貯めて、これピッチして、はい、トレントオブテンポ5点。5点か、5点、ちょっと待ってくださいね。これはもう今使ってくれ。そういうドラゴン強いな、ドラゴン倒さなきゃダメなの。6点ブロック、はい、じゃあ戦闘終了、はい、で3枚補充、どうぞ。3もらいます。はい、ファンデモールもう1枚貼ります。やば、ね、もう1枚とかあるの。アタック2点で、はい、まず2点飛びます、はい、で自身の攻撃でも1点飛ぶので、まあ、方向力がもう1点入ります。3点分、はい、で攻撃は2点です。これはい、じゃあコンバット入ります。はい、アタック4点、これでディフェンス、あー、オッケーです。6以上、6以上のカードディフェンスすると倒せる。倒せる。この場合は1点は入る。入らないです。すぐ倒せる。もうブロックされた時点でコンバットチェーンが閉じるので攻撃自体がないことになります。はいはいはい、おお。じゃあエンド処理で1と4なので。これ溜まってるけど何してくの？あ、墓地から追放してます。この4枚分と1枚分。コストで。そうしないと壊れちゃう。維持コストがかかるんです。5枚追放しました。手札1なので3枚引きます。で、どうぞ。ピッチして、はい、だが1点本体もらいます。もらいます。プラス1って言ったら死んじゃうのか。まず3殴らなきゃダメなの。そうですね。はい、2点はい、じゃあもう1回だが大詰め、これが3点ゼロだもん。じゃあスナッチで4点&ドローカード通ったらドローですね。通ったら、そう、これ使おうかなと。壊して、5を上げにつける。3点ブロック1点だけで。アタックリアクションで、はい、のタイミングでこれ使います。はい、これ壊して、5を上げにつけます。で、1点抜けてドロー。はい、これピッチでコスト出して、2にして、コマンド&コンクア。あ、めっちゃ強い。そうそう、6点3点しかブロックないので負けです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ辛かった。強かった。確かに後手有利かも。そうですね。いや、でもすごい連撃きつかったです。うまく序盤うまく引けて、うまく引けなかったターンが1回しかなかったから、なんかついた気がする。いや、強かったです。ちょっともう1回、もう1回いけますか。もう1回いけます。一回使うとなんかだいぶその重かった FAB のハードルの高さみたいなさ、久しぶりにやるみたいなのは一、うん、回やるとなんか下がるっていうか、うん、ゲームの本当に没入感がやばい、毎回思うけど。そうですね、あの4枚の手札が攻撃と防御とピッチになるんで、ね、選択肢多くて面白いよね。やればやるほど、まあ、上級者さんになればなるほど最後なんかお互いがさ瀕死の状態でさ防具とかも全部外れて瀕死の状態でライフ一桁で削り合ってる時すごい面白いよね。すごい面白いですね。じゃあ後手の方が有利ということで、今度先手体験してみたいな。先手でいいですか。はい、わかりました。じゃあ先手後手で、はい、いきます。お願いします。この後も初手の4枚の組み合わせが強くて、うん、押してる側になれたら結構強いです。この初手の4枚重要だよね。はい、ニーブスアウト、あ、じゃあまずチュニック貯めてターンの最初のチュニック貯めて2ブスアウトで3ピッチ出して、だがこの1点がね嫌なんですよ。もう止められない。これうざいよ。止めるのかな。いや、止めてもいいのか。1点止める。これどうせ4枚引けるんで止めます。あ、そっか、1ターン目の後手は
4枚になるように引けるんです。4枚になるように引けるんだ、一旦は。固定強くない？マリガンみたいな感じで、いらないカードだけ切って、手札に欲しいカード引き込むことができる。でもこっちも使った分引けるから、ね、こっちに1回入ってるから、先溜まるメリットもあるよね。そうですね。どっちがいいの？でも別にこっちも引けるから、ダバーでまた殴ります。はい、見てスナッチ。最悪。ヒットしたらドローカード。4点。2点抜けます。アタックリアクションのタイミングで1コスト使ってレザーレフレックスっていうアタックリアクションをスナッチにつけてプラス3と5アゲン。はい。じゃあ4点抜けます。コスト1以下のやつ。だから3プラスだから5点抜け。5点抜け。5点抜けワンドロー5アゲン。どうぞ。やんちゃじゃないのかこれ。強い。ソウルビードストライク。はい。2点。もらいます。じゃあプラス捨てて終わりです。はい。じゃあエンドに私は3点回復します。おお来た。強い。この後手の3点。で4枚引いてターンをもらいます。はい、お互い4枚引いてるから4点得した状態だよな、これね。そうなんですよ、ね、私アッシュトークン欲しいんですよ、本当は。先手作りたかった。先手が良かったパターン。じゃあ、いきます。3戦ならあるし。ゴアディーンの、デッキトップを公開して、赤ピッチなので、赤いカードなので4点ゴアディーンです。はい。じゃあ、開けます。はい。じゃあ、一旦閉じて。はい。ファーナスの効果を起動します、はい、赤いカードを唱えているのでこのターンファーナスの効果が起動できます。1ヒッチしてアッシュトークンを1個生みながらこのまま使います。カイロリア、4点オアディンです。オアディン持ち4点でけー。で1点殴った時ルール当たらないか。攻撃が通ったら アイテムかアイテムもらうかもらえなかった場合私がワンドローします。アイテムもらう今ないので、もし取ったら、なんかあれば私がワンドロー、はい、ワンドロー、はい、ディフェンス、さらにこれでディフェンス、はい、5点分、OK です。ワンドローされたくない。じゃあ閉じます、終わりです。1枚捨てて、4枚引いて、公開します。ターンの最初、チュニック貯めて、ピッチでこれで出して、出しますで、はい、だが、とりあえずだが、はい、恒例のプレイヤーにこっちのプレイヤープレイヤーします。いや、はい、いってもらいます。で、2発目はドラゴンに。ドラゴンに、はい、これ止められないです。ソウルビードストライク、ゴアディン持ちの4点、はい、リアクションまで1体です、うん、4点ブロックで能力使います。アーセナルからでも使えるやつってこと。あ、そうです。リアクションカードだけはアーセナルからプレイしても OK です。1枚、はい、1枚戻して引き直します、はい、じゃあノットゴアディン。ノットゴアディン、はい、戦闘終了で、はいはい、ターンもらいます。ライフ負けてるので、4点5アゲインです。さすがオフェンシブなので、1回やって、ブロック値が弱いな。4点5アゲイン、ヒットしたら全然もんな、これね。これは全然、ただのシンプルの4点5アゲインです。食らいました、12。はい、じゃあ、ファーナスの効果を起動します。ピッチして、アッシュトークンを1個生みながら、ピッチで、バズボライ、ドラゴンが出ました。で、コンバットします、はい、アタック時にアーケンダメージが1点まず取ります、はい、で、自身は2点残りです。2点か、これあんまりいらないけどな、まあ、2点別に今食らってもまだ余裕あるからいいでしょう。はい、9。じゃあ手札1枚捨てて終わります。はい、じゃあチュニック貯めてピッチからの3コース出して、それはダガープレイヤー、プレイヤー1点こればっか。15もある。今回はさっきと違ってライフ押してないからきついな。じゃあ1点もらいます。どうぞ。はい、じゃあもう1回だから本体。はい、それは、止めます。はい、2点でブロック。ソウルビードストライクでドラゴンに殴ります。 OK、はい、です。で5アゲン、はい、で 1ピッチ使ってトレントオブテンポ5点と5アゲン、5点5アゲン、ブロックして6点リアクションまで行きたいです。はい、4点軽減効果使います。1枚に変えます。これでヒットしなくても5アゲインに変えます。はい、 OK です。リアクションにリアクション重ねるってことですね。はい、はい、リアクション後のリアクションいけるか。いけます、いけます。チュニックでコスト出してもう1回5点5点とヒットしたら5アゲイン、それ
ではもらいます。はい、1、2、3、4、5。でもこれで終わり。じゃあこれ割れて、ここをマイナス1カウント480です。2ターンもらいます。何でも置きます。で、赤いカード唱えてるので 4.5 はゲインです。ブロック。はい、1点。抜けます。はい、この後コンボのやつはプラス2って感じで、さあ一旦閉じます。はい、でファーナスの効果を起動して1ピッチで1アッシュを見ながらタイロリア、はい、でコンバットアーケンダメージがファンデモールの効果で1点飛んで自身は4点です。これで守ります。倒します。はい、6以上のパワーのでもで閉じます。終わります。援助処理で4枚とコストで1枚マニッシュします。チュニック貯めてピッチして3ピッチになってだが名前呼んであげよう。ハーモナイズド子たち、調和の子たち。言ってもらいました。調和の子たち。2点。連撃するかもしれない。3点。じゃあ、1コストで、フリーフィーリング、レネガーズ。6点 ?6点なんだけど、アクションカードによってディフェンスされると、マイナス2点なんで、あ、4になります。4で止められるとか、3で。1点のみ抑えられる。6点もらいます。え、残念。アクションカードないか大事か。じゃあアーセナルに伏せて、終了します。はい、4枚補充と1点もらいます。はい、もう大詰めに近づいてる。死にそう。まず3点回復します。1、2、3。はい、このターン赤いカード唱えてるのでバーナスの効果を起動します。はい、1ピッチで1アッシュ生みながらドラゴンを出しました。でこの子は3点軽減のカウンターを1個持ってます。で戦闘アタックアタック時にアーケンダメージがまず1点取ります。はい、6以上でブロックできたらめっちゃ有利。あ、そうです。ありません。で、自身は3点です。このターンはもう理論上殴ってこなそう。でも手じゃないです。高まります。3点。じゃあ何もなく、はい、4枚と、これが2枚チュニック貯めてピッチで3出してダガーでドラゴン。 OK です。カウンター外れました。3点軽減のカウンターが1個持ってます。はい、なんで1点でもダメージが取った時点でカウンターは外れます。縦カウンターと一緒です。あと3です。じゃあダガー今度は本体本体2点。はい、持ってるのかな。3点でブロックします。はい、これでドラゴン、ドラゴン打ちます。ドラゴン強。はい、はい、じゃあターンもらいます。アタック、コストで1枚手札を戻して、はい、うん、ワンドロー、モードはワンドローにします。シンプルなアタックできた。ワンドロー、はい、ワンドロー5点です。あ、ワンドローはどっちにしろできるんだ。あ、コストで1枚戻して、モード選択で、私は今ドローを選択したので。ゴアゲインはないと。ないですね。これと、はい、これ使います。6点分。6点軽減。はい、じゃあリアクションタイミングで、足を壊して、ゴアゲインを付与しました。はい。向きはなしです。はい。足は同じこと。一緒です。一緒。同じです。で、1ピッチ、足1を見ながら、7点。7点 !7 点。何これ。ファンタズムがついてるので、攻撃力6以上でブロックされたらコンバットチェーンが閉じます。はい、これ、あ、持ってる、セダ、え、6以上ファンタズム、なるほど、対象になるとダメみたいな。はい、ブロックで出されるとそのままコンバットチェーンが閉じます。危ない危ない危ない。で、終わりです。3になって、チュニック3になって、通らなかった。ニーブスアウトビッチ。すみません、ちょっと引いちゃったんだけど、はい、これファンタズムで割れたときは盤面のオーラを1個コピーすることができるので、はい、このバンゼムオールのを1枚コピーとして出します。はい、なので2枚ある状態になりました。ドラゴンアタックで2点で、エンド処理でもう1枚か。はい、ニーブスアウトピッチで3コスト出して、だが1点。こればっか。もうやだ、もう苦境だな、大詰め。もうやだよ。1点はもう使わないかな。はい。はい、だが2点。はい、3点でブロックします。はい、
ダブルストライク1点と5アゲインもらいます。はい、はい、これ追放されて1点と5アゲインもらいます。で1コスト使ってテイクザテンポ5点プラスで、これがヒットすると3回目のヒットだから追放して次のターン終了まで帰る。 OK、うん、です。これ2枚使ってもらおうかっていう感じだよね。6点ブロック OK です。じゃあコンバット終了で、はい、で4枚はい、じゃあターンもらいます。どうぞ。4枚このターンやられることはですね、このドラゴン、はい、ドラゴンです。はい、攻撃したらアクションポイントが1返ってくるので、はい、アタックで、まずランデボールの効果で2点安全ダメージが飛びます。で自身の攻撃力は3点です。3点回復で3点かも。じゃあ閉じます。終わりです。7枚あるかな。7枚あるかな。7枚取りました。はい、チュニックでコスト出してエンライテッドストライク、エンライテッドストライク1枚下に戻して打ちます。ドラゴンに攻撃と5アゲン OK です。はい、スナッチ4点とヒットしたらドロー。最後のこの瀬戸際感って毎回こうなるんですね。結構チュニック外す必要ないし、エンライテッドストライクゼロコス、エンライテッドストライクゼロコス、はい、コストで手札戻してるんで、ってことでこれコスト出せません。出せません。大丈夫です。はい、6点でブロックします。はい、じゃあ、はい、終了でターンもらいます。手札壊します。赤ピッチします。はい、足を1運で戦術そのままで、はい、で1アッシュ呼びます。もう1回この前、はい、戦闘入ります。はい、アタックでアーケンダメージが2点飛びます。はい、で自身が、3点ブロック、はい、はい、能力は大丈夫ですか。手札入れ替えができます。まあいいでしょう。いやでも押したいけど、押したいけど日和りたい。でも次負けるよね、このターンね。だからもう攻めに行かなきゃダメなんじゃない、これ。次、追放できない。コストが、ね、コストが1枚分はもうなさそうなんで。でも1点だもんね。そうですね。ドラゴンじゃないとでも乗り切れない。いいか、これ。はい。はい、これ下に戻します。はい。はい、引きます。はい。じゃあ閉じます。はい。今引いて。はい、で、絵の処理、これが本番に合わないので、こっちにします。じゃあ、ピッチ。で3コスト、はい、ダガーで殴りました。プレイヤーにプラス3したら負けなんですよね、もうね。そこと2点ブロックあるじゃん。あと1使って本体に2点、ドラゴン倒せばいいんだよな、最終的に。次負けないためには本体に2点、本体に2点でブロック2点。これディフェンスした後に、はい、3。負けました。リアクションないです。ありがとうございました。ありがとうございました。これを防ぐにはもう2枚でブロックするしかなかったってこと。そうですね、だからこの3あるかなって思ったらもう1枚追加でブロックかなと。でも私ここ守りたかったんで、もうここに攻撃をしてくれするんだったら手札で開始できるかなぐらいな感じだったりした。確かにこれとかじゃなくて次のなんか、うん、アタックアクションの活動だったらこのドラゴンに殴ってきたのを、うん、があるんで、ドラゴンを守るってことができる。私2枚を手札抱えて終われるかなと思ったんですよ。あ、そうかそうかそうか。ドラゴンは守れない、守れないです。手札抱えてこれから攻めるカード返ってきたら、まあ、1足産んで、うん、まあ、1点飛んで終わりかなと思ってこの2枚を抱えたかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。悔しい。まさかの。いやもうお見事でした。結構昨日やった感じどっちもいい勝負できてたのに、なんかぼちぼこじゃなかった。いい勝負のデッキを用意してくれたら嬉しいですけども、甘えっきりでいい組み合わせのデッキ用意してもらってたまたまちょっと運が良くて、いやいやいや、もうさすがです。ありがとうございました。いけちゃったということで。でも1回2回3回ってこうやるたびに、最初やっぱ全部英語だし、うん、重いけど、うん、だんだんやっぱ特にもともとマジックプレイヤーとかだったら、うん、結構理解がだんだん上がるから、うん、けどやってるうちになんか上達感があって楽しいゲームだなって改めておかげさまで思わせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、なんか運よく
勝てちゃったんですけどめっちゃ悔しい。すごいいい稽古になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ドラゴン呼んだりとか、なんか二刀流で連撃したりとか、他にもいろんなのがあるでしょ、やっぱり。そうですね、もうヒーローによって戦い方が全然違うので、うん、まあ、自分にその好きな戦い方のヒーローを見つけたらより楽しめるかなと思いますね。結果、最終的になんかライフ一桁の削り合いに、うん、攻めにも守りにもカードが使えることから、結構だからなんか戦ってる感がすごいよね、どっちが勝つ姿勢を。ありますね。全然噛み合わないこととかもある、やっぱ。あります、あります。全然使い切れないことも やっぱりたまにあります。リソース用のカードしか来ないよとか大技しか来ないよとかで、土地事故みたいなのもありそうだけど、結局何かしら使って次のターンはリフレッシュするから、運だけで負けるみたいな、結構多くのカードゲームより使ういいのかな。ああ、そう、多分少ないというか、そうですね、やっぱ最終的にはライフがお互いにもう削り合って削り合って苦しくなるっていうのは結構どのリーダーにもありがちなんで、確かに確かに、ただどのリーダーを握っても最後まで決着がわからないというか、楽しめるカードゲームなのかなと思ってます。改めて、熟練するには時間のかかるゲームだなって思ったんで、競技のカードゲームで高みを目指したい皆さんにはすごいおすすめだし、こうやってライトにやっても楽しいなと思いました。はい、ということで、ともにゃん先生ありがとうございました。ともにゃんがやってるね、キャントリップさんっていうお店でもね、フェービー店舗通販で取り扱ってるんで、ぜひチェックお願いします。あと僕ね、フレッシュ&ブラッド専門店東京 FAB、10月5日にオープン予定です。そちらの店舗通販もよろしくお願いします。ということで、トマピーチャンネルと、トモニャンのチャンネルもね、ぜひチャンネル登録、評価お願いします。いろんなコメントもお待ちします。ご視聴ありがとうございました。また明日。